こんにちは、翔太じです、今日はですね、以前、自分で研いだ包丁、研ぎ始めた包丁ですね、ヤフオクで買ったサビサビ包丁、これの研ぎとですね、磨きが終わりましたので、試し切りをしてみたいと思います。今日はね、ちょっとね、職場にもね、包丁好き、ちょっといるもんですから、こんな鞘を作ってですね、段ボールで巻いて会社に持ってって、見せてきました。それでは、いきます。じゃあ抜刀ちょっとやってみました。銘はですね、コシザンなのかな、コシン、エツザン、小エルに山に咲くと書いてあります。この方の包丁ですね。柄の部分もですね、これ汚かったんですけども、サンドペーパーをかけてですね、きれいにして、表面はですね UV レジン、コーティングしてあります。で、この、口金のところもですね、ここ普通の木材見えるかと思うんですけども、ここもですね、黒く着色した UV レジンで、固めてあります。まあ中この部分にですね、水分入って、この中が結構錆びますので、それを防止するために、そのようなことをしております。裏もね、まあ若干まだね、錆跡とクレーターの跡あるんですけども、まあ仕上げもうちょっとやりたいかなといったところなんです。これもこの辺からですね、曲がっていた包丁です。しのぎ側がこういう感じですね。に映んないかな、よいしょ、こんな感じで曲がってましたのでね、これ曲がりも修正してあります。で、表面を一生懸命、金属磨きで磨きました。こんな包丁です。それでは試し切り始めてみたいと思います。試し切りに使うのはホームセンターの、コンロ部分、まあ、売ってるところにあるこういう冊子ですね。こういうのもらってきて、まあ中もね、悪いか見ますけども、試し切りに使っております。よいしょ。はい、では切れるかどうか、全部映るかな、ちょっと上まで上げちゃうと映らなくなりますので、この辺ぐらいでやってみたいと思います。顎の部分から刃先、切っ先ですか、まあね、全然引っかかりがなく、切ることができます。ちょっと切っちゃった。ちょっと近い方がいいのかな、引っかかっちゃった。紙を切るのはこんな感じです。さて、それではですね、次の試し切り、ちょっとやってみたいと思います。何を使うかというと、切れない包丁ではなかなかうまく切ることができないというトマトです。これをちょっとやってみたいと思います。ちょっとね、
出刃包丁だと刃が斜めなもんですからね、まっすぐ斜めには切れないもんで、まあいつも使ってる牛刀、これでとりあえず、まあ、半分に切ります。うまくいくかな。今、牛刀を使って半分に切っただけです。さて何をするか、うまくいけばいいんだけどな。もうちょっとこの辺の方がいいかな、カメラに当たっちゃうかな。これで半分に切ったトマト、手を添えないで出刃包丁で切れるかやってみたいと思います。あ、ちょっとあれですね、硬かったかな、トマトがちょっと硬いかな。もう一回やってみます。はい、どうでしょうか。手を添えてないで出刃包丁でトマト切ることができました。こんな感じです。サビ包丁でもですね、一生懸命やることによってこのぐらいの、切れ味は復活させることができます。日本の和包丁綺麗ですよね。和包丁大好きです。はい、ではヤフオクのサビ包丁をですね、バイクのレストアの知識使ってですね、レストア包丁のレストアリペアをやってみました。あ、ちょっと包丁牛刀が今落っこっちゃいました。どうでしょうか。仕事がですね、ちょっと休みが今コロスケの関係で多いもんですから、ちょっと暇つぶしでこんなことをやっております。はい、トマトをまな板にくっつけて手を添えないでトマトを切ることができました。切れ味どうでしたでしょうか。こんなことやっております。またいろんなことを挑戦していきますので、見ていただけると幸いです。それでは今日はこの辺です。ありがとうございました。翔太 G でした。今光の映り込みをこうやっております。刃先の部分ですね、切り刃の部分、こんな感じです。それではまた失礼します。